皆さんこんにちは、フィットネスメンターのヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回は二の腕上腕三頭筋をバチバチに鍛える最強のトレーニング、サーキットトレーニングご用意いたしました。序盤から噛みまくりすみません。さあ行きましょうか。まずはリバースプッシュアップからです。体幹しっかりと固定して骨盤から足までできるだけまっすぐですね、足伸ばしきれるようにしていきましょう。そのまま肘でこの椅子を押してください。肘で椅子を押していく。そして肘から椅子までを垂直になるようにしていきましょうか。そして肩がすくまないようにして上腕さんの時、二の腕でゆっくりと支えて二の腕で持ち上げる。二の腕をピーンと伸ばしきるイメージです。なので腕を伸ばしきりましょう。そしてできるだけ深くしゃがんでいきましょう。オッケーです。じゃあそのままキックバックいきたいと思います。ダンベルを肘をまあ地面から水平にした状態をキープして伸ばす、ゆっくり下ろす、伸ばす、これ繰り返していきます。肘がめちゃめちゃ動きやすい種目になるので、できるだけ肘をバチッと固定したまま伸ばしていきましょう。そしてゆっくり下ろす、ダンベルをゆっくり下ろすのが交通ポイントとなってますので、上腕三頭筋でゆっくりとダンベルを下ろせるようにしていきましょう。そして伸ばしきるイメージは 0.5 秒ぐらい上で止める感じですね。 OK です。そのままフレンチプレスいきたいと思います。しっかりと肘固定、これも肘固定です。肘を動かさないようにしてダンベルゆっくり下ろして、そして腕を伸ばしきる、これ大切なことは伸ばしきるっていうのがポイントです。伸ばしきっていきましょう。その時にダンベルちょっとこうブーッと水平にしてみましょうか。ちょっと映ってないんですけど、これですね。そうですね、水平にしていきましょうか。縦から水平です。でそのまま縦に上げてもらっても全然 OK なんですけど、水平にすることによって伸ばしやすくなるので、肘固定したままやっていきましょう。 OK、 30秒間休憩していきます。フィットネスメイトではこのような形でトレンド動画実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、そして高評価のもお願いいたします。食事管理は体作りにおいてめちゃめちゃ大切なんですが、そのやり方すべて概要欄にまとめてますので、よかったら概要欄チェックしてみてください。オンラインサロン、そしてツイッター、そしてお話チャンネル、ゲーム実況、インスタグラム、すべて概要欄に貼ってますので、よかったらそれもチェックしてみてください。ということで次の種目、またこの3種目を連続でやっていきましょうか。しっかりと肘で椅子を押す、肘で押す、肩すくまないようにして、これ大切なことはほんま二の腕、上腕三頭筋で体をゆっくり支えて下ろしていって伸ばしきった時に上腕三頭筋、二の腕をバチッと硬くするイメージですね。硬くするイメージ足していきましょうか。できるだけ足を伸ばしたまま、足を伸ばしてできない方は曲げてもらっても全然 OK です。そのままいきましょう。ゆっくりでいいので残り4秒間追い込んでいきましょう。三頭筋、二の腕。OK! じゃあ次、キックバックいきましょうか。肘、できるだけ水平ですよ。これめちゃめちゃ降りる方多いですよ。めちゃめちゃ落ちてきちゃうんですよ。なので、地面の方に徐々に肘が落ちてきちゃうので、なので肩から肘までを地面に水平ですね。常に水平にした状態をキープして持ち上げる。で、できるだけ腕を伸ばしきった時に 0.5 秒ぐらい止めれるようなイメージでやっていきましょうか。そしてできるだけダンベルをゆっくり下ろす。OK です。フレンチプレスいきましょう。しっかりと下ろしきって伸ばす。筋肉でいうと逆の動きなんで、下ろした時に伸びる、そして縮む。ダンベル下ろした時に筋肉、上腕三頭筋が伸びきって、それを収縮、この伸ばして縮めるの動作が筋トレです。常に上腕三頭筋、二の腕を使っていきましょうか。残り8秒間追い込んでいきましょう。こっからですよ。いきましょうよ、限界の向こう側へ。ナイス、お疲れ様でした。めちゃめちゃいいトレーニングができたんじゃないでしょうか。皆さんでポージングしましょう。いい感じ、ナイス。自分自身に大きな拍手、そしてナイスとたくさん褒めまくっちゃってください。フィットネスメイトではこの中でトレンド動画実況付き投稿しますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、そして高評価のもよろしくお願いいたします。オンラインサロン、ゲーム実況、そしてお話チャンネル、インスタグラム、ツイッターのアカウント、すべて概要欄に貼ってますので、もし興味がある方はよかったらそちらもチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。